はい、どうもじゃあして、バンプです。はい、今回は保養所の西と301号室の鍵やっていきたいと思います。で、ここの鍵なんですが、10回検証やっていくんですが、値段の方がだいたい27万ルーブル。まあ、30万程度でやり取りされてるイメージです。はい。で、ここの鍵ね、僕、タルコフの鍵の中で一番好きな鍵、好きな鍵になってて、レドックス脇だったり、グラボ脇があります。あと、貴重品脇もありますし、医療品脇もある、工具脇もある。なんかすごいね、うまい部屋になってます。で、なんかね、ここの PC が2台あるんですけど、PC 部屋の中に2台あって、その PC からグラボ率がおかしいんだよね。だから、ここの部屋の PC だけ、マジでグラボの確率上がってます。まずちょっとね、目見ていただければなと思います。まずね、紹介していきます。その前に、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はい、僕のモチベーションにもなりますんで、よろしくお願いします。それではやっていきましょい。はい、ということで、ショーラインの方にやってまいりました。んで、こっちが東棟、こっちが西棟、こっちがね、中央棟って3つあります。今回の鍵はね、こう西棟なんで、こっち側になります。まあね、後々、右のね、東棟の鍵もね、紹介していくと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録してお待ちください。はい、そしたら上がっていきます。今回ね、301ということで、中から入っていって、上がるとこはね、複数あります。まあ今回一応最短ルート通って上がっていきますね。はい、こんな感じで上がっていく。はい、301はここの奥になってます。まあ、基本的にね、この東棟だったり中央棟が見える窓ガラスの、ここになってます。301号室。で、脇をちょっと紹介していきたいなと思います。結構ね、わかりにくいとこが多かったりします。で、左側のトイレには湧いてることはほぼないので、ほぼっていうかもうないですね。ずっとないんで、無視で大丈夫です。はい、入ってすぐのここ、下にね、工具脇だったりが埋まったりしてます。この上に貴重品、工具脇、いろいろあります。そしたら、ベランダ出て、ベランダの外側、はい、ここに貴重品脇があります。外側にあるんでね、結構見逃しがちです。で、椅子の上、貴重品脇やって、あと棚の上に、医療品脇、貴重品脇、工具脇、いろいろとね、無造作に湧いてます。あとは PC が2つだね。ここね、グラボが、なぜかすごい高い確率で出る PC2 つです。はい、で、ここ。ここにね、エッグ、貴重品脇、医療脇あります。一応、レドックスとかもね、ここら辺湧きます。これの机の上にもレドックス湧きます。はい、かつここに、貴重品脇、工具脇。そういう脇があります。あと、ここ医療脇だね。で、ベッドの上に全体的にその医療脇だったり、武器脇、SV が湧いたりするね。まあ、そんな感じになってます。あとは、まあ、でかい、RR が出るという噂の緑のガンクレートがありますっていう感じです。はい。以上、こんな感じになってます。まあ、これをね、見ていただけると大丈夫です。あと、ここの2階からの狙撃だけ注意してください。ここ走って渡ってる時に思いっきりね、こう丸見えなんで、撃たれないようにだけ気をつけてください。なんで、PC とか漁るときに突っ立って漁ってると、頭抜かれたりするんで、漁るときはしっかりね、遮蔽、ギリギリまでね、体見えないとこで隠れながら漁るっていうのを、よろしくお願いします。それでは、受解検証やっていきたいと思います。いける !OK! じゃあ、初めての1回目。将来のリゾート301。何でしょ、お前、さっき一度も言ったじゃん。こいつはハンドルに出てるだけじゃないかい。怖すぎ今。恥ずかしい。うわ、もうビビったわ。後ろに乗るかと思った今。エスカル。恥ずかしい。おお、おお、おお、ビビる。怖すぎんだ今。全部転倒しないだろうか。うわ、なんかもう、レッツ先に。おお、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 出るなぁ。301しか勝ちません。いや、馬ちゃん。なんだと騎乗できたの、騎乗できたの、どこから騎乗できたぞ。そんなこと馬がいや、とりあえず、1回目の301こんな感じ。SV もあったしね。馬です。ただただ馬かったね、これ。で、ビットコインもね。ポーうますぎる。うますぎるだろ、ここ。まあいいや、騎乗がなんかね、牧場、騎乗は牧場、牧場から打ってきたんだ。なるほどね。よっしゃ。二回目かなこれは。俺、301。西棟の301。一回目は、ピットコインだから、うめえ、ここ。CPU ファンを立ち上げる。何だけで、ピットコインを立ち上げる。いや、いや、これや、だから、そうだな、うん、仕事のほうだ。うん、何なのくそ、ドンキに痩せてくれちゃいなさい。グレーコメント楽しむ。グレーも、泣かすんだね、何俺、戻ってくれ。うん、あ、俺、ない。うん、ライオンだ。俺、ライオン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 、
見たってことは、より、はい、めちゃ、俺はもう夕方だよ。朝方で、この状況でも、さあ、オープンチ。みたいながよ、しっかりやってるぜ。俺は、朝来てるな。よくかけてらっしゃい。くそ。よくかけてるな。いったよ。あれか。あの日か。なんだ、いつもちょいのあのクラス間違えて、その場所。それ、キスが頭にできるな。俺をいたしたこと、後悔するがいい。いや、まだ、まだ、ちょっと待って。おい、おい、おい、あの子なら、どうせ、俺の棒は。まあまあまあ、ビジョンね。はい。まあ、ということで、2回目はこんな感じ。やっぱ、うまいね、301は。ここ、レドックスもね、出るチャンスがありますんで。なかなかうまいんじゃないかな、と思います。まあまあ、これは拍手ですね。いや、うまいっす。ここはさすがに。さすが俺の大好きな、俺、タルコフで一番大好きな鍵、ここ。ごめんなさい。なんか、ブレイキング LCD 忘れてました。はい、ここありました。切られてない！ OK！ 3回目行こうか。待てよ、ちょ待てよ。外から撃たれたんだよな。外から撃たれたんだよな。ちょっと気をつけた方がいいんじゃないこれ。これスタブじゃない？チキン安いんだよ、8000円だよ。外から撃たれたら怖すぎる。何や？うわ、渋かったね。まあ、貴重品分けがあったぐらいか。まあ、今回はこんな感じか。まあ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 。気をつけて開けていきましょう。4回目かな、うん、いいね。攻撃が高い。マスタンクがハンマーか。ハンマーは高い。はい。気持ちをしっかり見て。はい、うわ、うわ、なんでこんなチェーンがこない。そうだろ、チェーンはい、グラボリスの高い T シャツ行こう。そんなことないんだろうけど。ほい、グラボ。何でしょうか。よいしょ。カラス。カラスやめてない。あれ、貴重品が変わったのかな。おやべだぞー。どうやってすね。しゃいます。うわー、渋。まあ、そんなもんか。出せないわ。じゃ、4回目こんな感じだ。まあ、ベタ2。これ結構ね、いいよ。ベタ2にあとハンマーがあるから、ハンマーも忘れないように。こんなか。貴重品脇が渋かったけど、まあ、3脇ではあったから、いいんじゃない。よっしゃ。5回目かな。5回目。おー、でもでいい。あ、これだけ出しちゃった。あ、この下も、寄せのないように。よいしょ。やったー！ここ、分けあるね。そこだまに。うわ、なんか渋そう。あれ、ここ、レドックス先だったんかな？一人しか置いてない。ちょ、なんで巻きって感じなんかな？寄せ。まあね、一人巻きは普通にうまい。あ、えい。なんでかいとか。あ、今です。お、ウェブ。高いね。です、です。ということで、こんなもんか。レドックス欲しいな。5回目折り返しは、こんな感じ。まあ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 、いいんじゃない ?US なんか。OK、じゃあ折り返し6回目かな。さあ、レドックス、来てくれ。来てくれ。さあ、上脇なし、下脇ハンマー。ハンマーはちょっとステイで。うわ、天下巨幕。いいね。サタさん、6万8000。この上にね、レドックス行こう。イメージなんだよ。お、僕も1。ないね。さあ、スカル脇。近くじゃないと拾えないんだ。で、どうしようかな。以上、こんな感じ。あとはガンボックスか。うわぁ、やだぁ。やだよー。こんな少ないのやだよー。商品脇が、この、これで色脇が。まあ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 。まあ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 、いいんじゃない。まあ、庭木に。まあ、妥当でしょう。さ、7回目 ?6 回目 ?7 回目か6回目、7回目。さあ、行きましょうか。白いからマジ怖いなって思ってます。さあ、ドルチェサレは。お、お、お、なんだったぞ。え、ちょいちゃうよ、ギター。うーん。なんか俺今興奮した俺を返せ。今ギター弾くかよ。せや。エッグ。H2O、エッグコーナー。H2O。味噌交換みたいな感じ。しますね。グラボ欲しい。グラボじゃねえわ。レドックスフライエド。はい。はい。50万。え、ここさ、おかしいよ、やっぱ PC。グラボ出すぎなんだって。この PC だけやっぱ、グラボが出ます。はい。これマジで嘘だと思ってみんな来てみてください。絶対出ます。この PC だけグラボの確率がおかしい。異様におかしい。これ絶対あると思う。絶対おかしい。ということで、7回目か。7回目。
以上。以上。え、これほんとマジなんよね。これガチなんよ。ここだけ確率がおかしいから、みんな来た方がいい。8回目かな。8回目。お、どうだ？え、高いんだよね、リレー。ほっほっほっほ。あと上なのに。東。うわ、はい、CPU が。うわ、レドックスで。やばやば。あれ疲れじゃね？あ、疲れた。どこも開けなし。はい、バッ。以上。まあ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 。楽しいね、この国は。おや、こんな感じ、今回。消費の木は2つか。ふぅ、9回目行きやっしょパターン。ラン。USB、ワイヤー。この辺で覚えてることはほんとない。ティファッチ。今回初めて見たのティファッチの違うわけ。さすがみちゃん。メドックスみたいな。ほい。ディスイー。渋。あ、渋。なしか、ここも。こうだ。HD。渋。お、SJ6 さんじゃん。ナイスワッキー。ということで、こんな感じで最後、ダンボックスするわ。これ高いんか？たまに高いんだ、こういうの。最後、200のレール。コントロール。ということで、9回目が、こんな感じ。まあ、まあ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 、まあ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 だね。おう、10回目。いらっしゃー。オープン。あ、下の T はなさそう。ネオンみたいな感じ。そこで先からこういうの。はい、いいね。ナイス、ごめん。え、どこすごい。うわ、なんだよ、なんかその変な組み合わせで。裏場だと思ったじゃん、今。裏場しか分けない？埋まりなし？武器は PC。PC の確率が高い？ PC。あ、グラボの確率が高い？ PC。はい。きついか。グラボみたいに出たかったらさ。グラボの時でした。なんや、ゲームの音は怖いぞ。あー、今度こっちの気になっちゃうな。あ、下に、あー、今回なんか、あ、うまいか。脇的には全然。キツルとかもね。ラスト10回目だよね。まあ、ラスト10回目はこんな感じでした。だからまあ、ついでに来るからね。ちょっとおまけで何回か行くか。ここ、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 ここ。あ、おまけ、おまけ、おまけ行きまーす。どうしよっか。怖いな。出してくれるか。いいね。この手美味しいの待ってたりするから、美味しく。あ、そこはなし。一緒。乗り越えていいだろ。乗り越えて入ってくるって噂あるんだけど、ほんまなんだ。やばい。どうしよう。ラボー、ラボー。やつ。うわ、レドックス欲しかったなぁ。まだ、まだでも負けてくるかもしれないけど。なんでこれなんだろう。よし。よし、みたいな。なんかいいアーマーみたいな。レベル4か。まあ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 。で、これは高い。俺は覚えてる。これね、結構高く売れる。スピアのマウント。以上、こんな感じ。おまけの一回。あ、なんかあの、下がなしと、上もなしと。初めてはね、もう方向は見ないと。メドックス戦はなんか渋そうだな。さあ、おまけおまけ。なんか今、銃声聞こえたぞ。PC。メドックス星に。PSU2 個。うわ、レドックスねえか。あ、めちゃ、あ、うめちゃ。え、待って、びっくりした。ゴーストハーフマスクって見たんだ。え、初めて見た。ゴーストハーフマスク、こんなん追加されたの。あれ、見た。めっちゃ高い。やばいやばい。ということで、今回の301。まあ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 。さあ、おまけ、3回目かな？おまけの。おまけ3回目、楽しすぎんだろ。ほい、ドライバー。ドライバーって、こっちもなし。さあ、外、ここに忘れないかな。うわ、開けたんですよ。おしゃれ、鍵盤鏡もう一個。さすが。椅子上なし。じゃあ、レドックスっぽいでも。レドックス、え、レドックスはあんない。まあ、この脇もなしかな。うわぁ、今回は、レドックスと。欲しいな。あ、102も欲しい。104。あ、そこ、また PC が、PC が。あ、そのままに、ちょっと上なら、PC。DVD、HDD。お
OK、以上、おまけ3回目は、うまっ。うわ、剣眼鏡いいね、やっぱ。こう、除細動機も出るからね、ここから。うわ、あれ、独占買ったん悲しいなぁ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。総額の方が約628万ルーブルということになりました。まあ、13回も行ったんで、かなり美味しい場所かな。で、平均で言ったら50万以上は絶対取れるんかなと思うんで、皆さんもちょっと行ってみてください。まあ、工具系だったり、まあ、電子機器、医療品、貴重品だったり、これいろいろね、取れると思いますんで、皆さん、レドックスのね、レイドマークが欲しい人だったり、グラボが欲しい人だったり、そういう方が行くとね、かなり効率よく取れるんじゃないかなと思います。リゾートの西棟だったら一番美味しい部屋になってますんで、皆さん、リゾート行くときは、ここの鍵を買って、行ってみてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。でね、ショアラインのリゾートの鍵、今後も10回検証出していくと思いますんで、ぜひともね、見ていただけて、見ていただけたらなと思います。それではまた別の動画で会いましょう。ジャニー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。